見てみたいですよね。痩せたりしてね。太ってたりして、小さい時大体太ってんだよね、丸々してることに。さて、マルコの福音書ですね。お祈りをします。天皇と様、今から学びに行きますが、生きた学びができるように教えてください。質問やってみます。アメン。これね、やっぱオンラインした人がね、この雑談相当ね、答えるみたいなんで、どうぞ皆さん覚えてお祈りください。これ、良いのに変えれるように。マルコの福音書の、どこまで行ったっけ ?4 章かな。マルコの福音書4章の、26節合ってますかね、合ってますか。マルコの福音書4章の26節、お読みしますね。私の聖書だと65ページですけど、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからですと。でその次に神の国のまたこと書いてありますけども、まずここから見ていきましょうね。神の国っていうのは人が地に種をまくようなものだと、ね、夜は寝て朝起きてるうちに、そうこうしてるうちに、まあ種を芽を出して、まあ、言葉はあるけど、勝手に成長していくということですね。どのようにしかしたらわからないけど、神様は成長してくださるんだということですね。で、人が地に種をまくようなもので、寝て起きているうちに、その種が育っていって、ね、どうしてかわからないうちにこう成長していくって書いてあるんですけど、これはどういうことを意味しているかわかりますか？はい、誰でもいいですよ。いつも私が話しすぎるから先に聞いちゃおう。これはどういうことでしょう？種をまいたら、ね、寝て起きているうちにこうどんどん、ね、根が出、寝てほかほかで、ね、成長してくると、芽を出して育っていくと。で、人手によらず実をならせるもので、初めに苗ができ、穂ができ、それのうち穂の中に実が入っていくと。で、実が熟したら収穫をすると。つまり人が何かをしたんじゃなくて、そうやって種をまけば地が実をならしてくれて収穫するでしょって書いてある。ということは、これどういうことを意味してるんでしょう。私たちの心に神の種がまかれると。地に種がまかれる。地に種がまかれるって書いてあるんですけど、この地はね、私の心、あれは霊でもいいけど、種って何ですか？種。種明かしとか言ってね。言葉、神の言葉ね。だから、心に神の言葉が曲がれると、人が何か悪策しなくても、その神の言葉は、寝て起きているうちに、芽を出し、穂をつけ、実をつけると。神の言葉が心に曲がれたら、それは熟していきますよって書いてあるんですね。でもこれ、恐ろしいことがあって、幻想があってね、神の言葉じゃなくてね、サタンの言葉、偽りの言葉、これが曲がれると、逆の実がつくこともあり得るんですよ。で、この前の佐世保の事件とかね、あるいは運転手にあった佐世保、長崎でもありましたよね。ああいう事件を考えるときに、サタン的でしょ。ちょっとね、で、あれは明らかに、もちろんね、人間に罪があるからですよ。だけど、はっきりね、違う言葉が巻かれてると思うんですよ。で、で言葉って皆さんね、すごく力があるんです。種って書いてあったら大体言葉と思ってくださいね。で、神の言葉が巻かれると、で、神の言葉とサタンの言葉がどっちが強いかというと、神の言葉ですね。で、9回のサウナ学的なじゃなくて、圧倒的に強いんです。ですか？だから神の言葉が巻かれれば大丈夫なんです。でも、人の言葉ではサタンの言葉に打ち勝てません。霊的な力があるからね。いつもでしょ？バカねっていうのは、別に人に言われてもね、何はお前のことバカよって、それでもいいんですけど、霊が働いてバカねっていうのはグッと入っちゃうんですね。これでね、ある場合は俺はバカだと思い、そうじゃない場合はバカねって言ったことで10年恨み続けるとかね、起こりうるわけですよ、霊が働いてる場合には。それに打ち勝つには神の言葉が、私の目にあなたは高価で尊いと、ね、私はあなたを選んだ、神の血を与える、ね、私はあなたを賢い、
賢いというのは神の知恵があるという意味ですよ、ね、そう神の言葉が来るとその言葉が砕かれていくわけですよね。で神の言葉が巻かれるとその言葉が芽を出し実をつけていくとって言ってるんですよね。でもねすごく嬉しいのはね、いいですよね。なんて書いてあるかって言ったら、夜は寝て朝起きて、まあ夜起きて朝寝る人もいますけど、夜は寝て朝起きてると、ね、そうこうしているうちにって書いてるから、本当に神の言葉を聞きながら普通に生活をしていると神の言葉が私のうちで実を熟してきますよって。だからね、神の言葉をちゃんとね心に巻くことはとっても大事なんです。だっていつも言いますけど、日本で神の言葉巻いてくれる場所ってありますかね。学校までないでしょ、ね、公立学校じゃ無理ですよね。私立でもミッション系ではないといけない。ミッション系でも、まあ、巻いてくれますけど、まあ巻いてくれます ね, ね。それからあとどうでしょうかね、あとテレビでは巻かないですよね、ほとんどね。全くないと言いませんが、ほとんどないです、日本の場合はね。だからラジオも無理でしょうし、新聞や雑誌で神の言葉は、御子石新聞は別ですけど、ね、だから御子石新聞とか雲にして貴重なんです、日本の場合は。ないから他で。で、こう聖書のこと、一番いいのは聖書の言葉そのものを読むこと。あるいは証のことを、ね、読んだり聞いたり聞くことですね。神の言葉を受けることがすごく大きいんです。なんで教会さんに重要かというとね、日本の場合ね、教会に来てここで神の言葉を聞かないと。だって教会で神の言葉を語られてますからね。私意識して語ってますから、これ本当にここで神の言葉を語らないとどこもないからね。でどうぞ皆さんね、その神の言葉を巻かれるとそうなんですね。で聞いてみましょう。なんか施策が変わってたなとかね、あ気がついたら行動が変わったなってね、あ確かに神の言葉の実がついてきてるなとかね、あなんか神の言葉が自分のうちにすごく実をつけてるなとかね、そういうのを思える人いますか。でこの後半なんかはですね、人手によらずだから、人手によらず実をならせるってことは自分で頑張ってくれて、言葉があったらそれが私を変えていく、実をつけていくってことなんですよね。こういうこと言ってますよね。そういう経験のある人、あ石田さんが手を挙げましたね。じゃあ石田さんにまず話せる範囲で具体的に、話せないことは無理に話すと言いませんから、はい、沈黙になっちゃったね。なんかその特定して、その言葉を特定してそのするわけじゃね、そのやらなくてもいいよってわけじゃないんですけども、はい、その入ってきた言葉でその中でそのやっぱそのどうしてもその思い出せない言葉とかそういうのはやっぱそのどういう意味が結ばれてると思う、自分で見てて。そうですね、なんかそれまでその入ってくる前はそのなんか嫌々ながらしてたりとかしてたことが、うん、なんかその喜んでできるっていうか、なんかそのあ、なるほどね、神の言葉があるとね、はい、はい、分かりました。お金こっちいっぱい手上がってるね、こっちで手上がってるじゃない、結構ね、はい、じゃあはい、じゃあはい、ぜひ私を話したいという人、あ、河村さんどうぞ、はい、すみません、この声でいや、とんでもないです、脱音がすごく脱音がすごい、もういつっていうのはもう私13歳ぐらいから聖書に触れて中学に入った途端、それで手術をしょっちゅうしてますよね。その時にもう気がついたらもう試作感情全部聖書的になってるんですね。もう聖書毎日読んでたから、それで手術って言われても全然怖くないんですよ。で人が病室にいたら、あなたよけろってしてるねって言われるんですけど、本当に平安でニコニコしてるって言われるので、ああやっぱ神様が働いてくださってるんだなっていうことはありました、はいはい、でも私自身も本当に平安で神様が共にいてくださるっていうもう信じてますから、本当にもう神様の言葉で私は生かされてると思ってます、はいはい、
それはお父さんがね、あの昔ユラックスに来た時に、うん、お父さんが娘を見てて、あの本当にそう思うって言ってましたよね。あれちょうど手術の時でしたよね、うん、まあ、親が言うから嘘、本当にそうですね、うん、母見ててそうなんですよね。前半はもうその何だったっけ、乳がんかなんかの手術の時にね、行ってきますって言ってね、同室の若い女の子に言って出て行ってね、で若い子の方が全然軽いのにね、若い子を一緒に励ましていたみたいですよね。で手術の時に行ってきますと言ってでね、今言いましたね、誠見るかって私胸見せてもらってね、こう手術してこうやって、もうちょっとショックでしたよね。あれ衝撃でした。私は小学校4年まで一緒に死んだ母の胸がなくなってたわけですね。あんまりショックで一瞬見て、おいって言った瞬間、母が笑ったんですよね。誠をこんなんで驚いてどうすんやってね、よかったんですよ ね、もっとひどかったんやからってね、聖書に書いてあるやんってすぐ見言葉なんですよ。外なる人を衰えて、内なる人はひび割れたりされて、書いてあるやん、あんた牧師やろ、情けないな、はぁはぁはぁって、ものすごい明るいんですよね。で、すぐ見言葉が出てくるんですよ、ほんとすぐ見言葉が。で、あらすごいですよね。ああいうの生きてる言葉っていうかね、やっぱりね、だからそういう神の言葉の力ですよね。母が偉いっていうのは神の言葉が力があるんですね。で、その言葉に触れてたから強いんですよ、やっぱ。ね、やっぱこれは大きいと思いますよね。で神の言葉は本当に身を結ばせるんですよね。これはね、それはぜひ覚えてください。で、どの言葉ってわけじゃないけど、もう本当に自分の心が変わったっていうのがよくわかります。それはありますね。もう一人が聞いてみようか。誰か言いたい人。あ、こっちに言いたかった。はい。はい。まあ、小さい頃からなんか、その、ヨハネっていうのは愛の人っていう、あれで、なんかよく周りからは、あんまり、その自分は怒らないっていうか穏やかみたいないうことをずっと言われて続けてきて、で自分で自分のことを見ると全然そうじゃなくてかなり短気なんですけどいや、そのテニスとかの仲間に聞けばすぐ分かるんですけど、テニスはメンタルが 80% のスポーツって言われるんですけど、切れちゃう、よく切れるんですよ。で、切れちゃうと絶対勝てないんですよ。で、それで何回もダメにした試合とかいっぱいあって、で、そうですね、そういうことはいっぱいあったんですけど、なんかずっとそういうことを周りから言われてて、気づいたらあんまりなんか怒らなくなったなっていうのは感じますね。で、それは神様からの一つの言葉だったのかなって思います。今テニスすると勝てるんじゃないかかもしれないです。いやーね、でも本当言葉ですね、これは大事で、それでこの後にね、そして最後に実が熟すると、その実が熟すると人はすぐに釜を入れますね。そして収穫の時が来た、収穫の時が来たから釜を入れるということで、今は人のことを言いましたけど、今度はこの地にね、神の言葉の種がまかれていくと、神様はその神の言葉をどんどん成長させて、時が来ると刈り取る時が来るぞということを言ってるんですよ。で、人はすぐね、まいたらすぐ刈り取りたいんです。私はせっかちだからね、ここでイエス様の話をしてすぐその場でも死にて救われてほしいっていうね、そういうことも起こるんです。確かに、でもそうじゃないこともある。てか、そっちの方が多いです。その種がやがて成熟して、こう、熟する時が来る。で、それが、巻いておくと、あるところが来たら、ガーッと行くってことですね。で、今ね、その大きな収穫の時が近づいてると思うんですけどね、巻いてないと収穫できないんですよ。で、皆さん、巻いた人は期待してください。巻いてない人は巻きましょう。神の言葉をね。で、最初は神の言葉を巻いても、ね、すぐに巻いてないんだけど、ね、すごいな。それをね、気にしないで巻いておいてほしいと思います。まあ、そういうことが言ってますね。もうちょっと進みますよ、これね。で、また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょうか。神の国っていうのは何に例えたらよいでしょうか。で、天国、縁っていうのはね、それはからし種のようなものですと。地に巻かれるときには、地に巻かれる種の中で一番小さいのですが、からし種って本当に小さいんです。小さいんですが、それが巻かれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。最も小さいものから空の鳥が巣を作れるほどになる。それが神の国だって書いてある。ってことは、神の国の種がまかれると、ものすごく大きな実がつけるってことなんですよね。だからね、神の言葉の種をまくってのは大きいんですよね。はい、ね。で、皆さん自分の中にその言葉をもらってるかですよね。で、例えば、私だったら、
あなた方は私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのです、ね、あなたは、ね、それをあなた方は言ってみます、あそこに書いてありますけど、あの言葉があってそれで使わされてきた。結婚も飯もあの御言葉なんですね。だから何かあるとその言葉に変えるとね、立てるんですね。忍耐できるし超えていけるんですよね。それは自分がやるんじゃなくてその言葉の力ですよね。そして確かにこうね行くわけですよね。あとあの前田さんもそうですよね。子供たちを私のところに来させなさいっていうその言葉があの内戦の時にとどまらせたし、その言葉が超えさせていきましたよね。で言葉っていうのはそういうね、身をつけて、しかも豊かな身を結ばせるんですよ。まあ、あの私は結構今でもね、身を神様つけてくれたと思ってるんですけどね、うちの妻はダメなんですね。これこっちしかついてない。つまりよっぽど期待が大きいんでしょうね。こんなんじゃね、まあ、私も実は本当はそう思ってるんですけどね、リバイバルを本当に信じて、今も信じてますけど、やっぱり爆発的に救われてほしいですよね、この間の時代。で、なぜかって言ったら、神の言葉にはそれだけの力があるから、で、身を結ぶに決まってるんですよね。で、最も小さい種から最も大きなものが出ますよって書いてあるんですね。これが神の国の偉大さなんですよね。だから最も小さなところから生まれてくるってことですね。これはね、どうだろう、覚えてください、ね。まあ、ここら辺はさらっといきますね。そして、23節、イエスはこのように多くの例えで話してきた。彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。聞く力に応じて話されたってことですね。で、例えによらないで話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされたと。例えだったけど、弟子には解き明かしたって書いてあるんですね。で、皆さん、解き明かしてほしいと思う人。解き明かしてほしいと思う人は、弟子になってください。10月から後期の進学校お待ちしております。いや、これ大事なんですよ。やっぱ例えば子供の時に話せることと大人になって話すことが違うでしょ。まあ、昔貴乃花って言われたんですね。まあ、若鷹時代ってね、昔ありましたね、相撲が最も部分になった時ね。で、あの時に若乃花と貴乃花はどっちも子供だったんですよね。子供の時はね、お父さんの屋根に住み、ね、将来を嘱望されたけど、いよいよ弟子入りしたんですよね。だから家から同じ家なんだけど入門したわけですよね。そしたら今度は子供じゃなくて弟子として扱うわけですね。で、子供の時に話せることと、ね、弟子になって話せることと横綱になった時に話せることは違うわけですよね。で、めぐみは今26歳、まだあなた誕生日来てるから26歳ですね。で、めぐみには相談できることってあるんですよ、実はね、長女だから、ね、もう大人で稼いでるし社会人だからね。ところが井田谷君にはまだ話せないことがあるわけですよね。で、井田谷君と言って私はですね、井田谷聞いてくれって、同じ名前じゃないかって、お父さんも大変なんだって ね、いやね、今度 ね、いつこの学費がいるって、ね、これはこうだって、井田谷分かるか、お父さんの苦しみがちょっと一緒に乗ってくれとは言えないのです。でも長女には話せるんだよね。もう社会に出てきているからあることが分かるわけですよね。もっと言えば、ヨハネ君が大学生では言えないことでも、新学生として一緒に教会の奉仕をするならば話せることがあるんですよね。分かりますかねっていうこと。だから、このイエス様はこう普通に話すことを弟子には解き明かしたんですよね。それは愛がないんじゃなくて愛があるからです。皆さん、多くの人聞きたがるんですよね。あ、聞きたがる人いませんか。聞きたがる人、私昔ね、愛と善意からね、なんかあったら、ね、こう救われたまくってもう喜びしてたんで、何でも相談してこいって感じでね、聞きたかったんですね。でも今聞きたがりません、正直言うと。なぜか、冷たいんじゃありません。聞いたことには責任が伴うんです。聞いた以上は。牧師ですからね。もちろんも人に言っちゃいけないということだけじゃなくて、そのことに対して神の前に取りなしたりする責任が伴う。で、聞いた以上はそのことを知った者としての責任が伴うんですよね。だからあんまり聞きたがらない。間違いなさいね。嫌だって言ってるんですよ。嫌って責任を伴うから、聞いたらそうなるぞってことを知ってるんですよね。で、結構聞きたがる人いますけどね。本当にその人その人のことを思って責任持てるのかなってよく思うんですけど。でも、解き明かすってことはそのことに関してこういうことなんだよって言ったら、それに対するある
応答が求められてくるわけでしょ。わかりますということは。ダメだね。そういうことなんですよね。ね。で、群衆には例えて話したんだけど、弟子には解き明かしたんですよ。こういう意味なんだよって。だからあなた方は暗黙にこうしなさいよって、これはこういうことだからこうしてくださいよってことを意味したわけですよね。ってことは問われるわけですよ。そのことに対して。そうなんですよね。で、はい、ということを聞いた上で、解き明かしてほしい人。あ、減っちゃったそういうことじゃなくて、それを知った上で解き明かしてほしいって言ってほしかったんだけどな。ぜひキリストと一緒に責任を負いたいっていう。キリストと一緒に責任を負いたくないですか。キリストから解き明かしてもらいたくないですか。キリストから黙示録を教えてほしいですよ。知ったら責任が問われますよね。終わりの時代のことに対する。でもそれは逆に言えば使命が与えるってことですよね。使命使命って感じですよ。嬉しいじゃないですかねで、そうなんですよね。だから、で、皆さんも話するときね、やっぱ例えば、大礼拝で話すときと大事な話とかなり違うんです、実はね。大事な話はもっと直線的でストレートなところがあるんですね。大礼拝は結構オブラートに包んでいたり、分かりやすくしたり、例えが多いんです。ね、でも大事な話はもっと直線的でストレートなんですね。ね何か言ったら、それは一に来てる人って献身者、今のところいるからね、そのうち一問にもどっちもそうじゃなくなるかもしれませんけど、で、イエス様は群衆には例えて弟子には解き明かしたってことなんですね。で、皆さんぜひ弟子になって解き明かしてもらいましょう。でも解き明かしてもらうってことは、それに対して、まあ、責任というと重いかな、その言葉に対して応答が求められる。そのことに対してね、応答が求められますよってことなんですよ。ね、これ、ね、覚えておいてください、はい。ね、なんかね、皆さんに質問したいんだけど、あんまりね、質問するような内容じゃないですよね。で、さて、あ、これはもう今度やらないといけないね。ちょっと一応読んでおきますね。その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われたと。それで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスを連れしたと。他の船もイエスについていったと。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水いっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私が溺れそうで死にそうでも何とも思わないのですかと。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、大泣きになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風は湖までいうことを聞くとは、一体この方はどういう方なのか。これね、実際にここ場にいたらね、ちょっと驚いたと思うよね。これね、こういうこと体験してみたいですけどね。で、まあ、ちょっとだけだから、ちょっとだけ触って来週こう丁寧にやりますね。なのでね、イエス様が向こう岸に渡ろうと言ったわけじゃないですか。それだから、ね、彼らはわざわざ群衆を後に残して、船を出してね、群衆がいっぱいいたのに、船を出して向こう岸に行こうとしたんですよ。で、皆さんどう思いますか？イエス様は向こう岸に渡ろうと言って船を出したら、船は、順風満帆、春の海、ひねもすのたりのたりかなってこう、ね、こうスムーズに行くと思いませんか？だから神様が、この祈ったらね、パッと開いてくださったアルバイト、上司は良くて、仕事は良くて、給料良くて、周りもいいと普通思いませんか？神が導かれた学校、ね、先生も良くて、友達も良くて、勉強も楽しくて、祝福されるって普通思いませんか？いや、普通思いませんか？だからね、イエス様が向こう岸へ行こうって言ってね、群衆をあえておいて船出したんでしょ。向かい風が吹いてくるんですねで、リッチもサッチも行かなくなるんです、これね。これは面白いんですよ。主があえて導いたのにね、上司は怖いしね、仲間は冷たいしね、もう大変、ね、もうやめたいって思いたくなるような状況があることってあるんですよ。でもそこからが勝負なんです。そこでね、面白いのは、これね、もし向かい方が来てなかったらね、弟子たちはね、キリストが風や海まで沈めれることを知らなかったし、キリストの権威と力の大きさをね、向こう岸に着いた時はもっとしてたんです。普通にスーッと向こう岸に行ってごらんなさい。あ、神様ありがとう。ハレルヤ、おしまい。でも、この向かい方があったおかげで、向こうに着いた時は、一体この方はどういうことなんだって。風や水までいうことが聞くって言って、船出した時よりもはるかに神のことを深く大きく知っていたし、感動したでしょ。今日もここで止めておきまして、細かいことは来週やりますけど、主に従った結果向かい風が吹いてきた人、
ね、日本人真面目だからね、なんか悪いことしたのかしら私、なんか神様の怒ることをしたのかしら私とかね、すぐ考える人がいるんですけど、そういう場合もまれあるから悔い改めの人ですが、チェックして、いやそんなことはない、確かに神が導いたって分かったらね、これはね、何か計画があるんです。で、主の時間の場合は、ね、感謝をし合いだからね、それだけ感謝して踊るんですね。すごい神のドラマが待ってますので、ね、まあ、それはちょっとね、いっぱい起こります。この前のキャンプでもね、あの人が、誰だっけ、南君がね、明かしてましたよね、猫の死骸事件で、ね、まあね、で、はっちゃんがその席のね、ナイツに出していただいた事件で、あれは父親としてはね、やりきれなかったんだけど、大逆転しちゃったでしょ、ね、で、主に導かれた、ね、時にそういうことが許されるとね、私たちはね、最初ね、と思うんですけどね、そこが勝負なんです。ですから主が向こう岸へ渡ろうって言ったのに行けなく状況が来るわけですからね。神様が頼ったのにどうして、ってアブラハムに言われたのは星の王になるって言われてね、75歳で99歳まで子供できないわけでしょ。ね、そうでしょ、ね、でモーセは目覚めてね、そうか俺は大臣だった、俺には使命があるんだ、しめしめと思って立った瞬間アラノでしょ、追いやられたんでしょ、殺人したから。でもそこが意味があったわけでしょ。アラノアラノはまさに向かい風の真っ只中ですよね。でもだからね、向かい風が吹いてきたからってね、立ち止まないで、向かい風が来るってのは健全なんです。で必ずその向かい風を通して神の奇跡とかね、神の愛とかね、神の大きさをもっと知りますから、そして必ず向こう岸についちゃうんです。神が言ったんだから。これがね、神の言葉らしいんですよね。それをね、どうだね、覚えておいてください。で、中身は来週ね、これ中身はちょっと丁寧に、ここはいっぱい質問できるところなんです。来週はここ中身を聞いてね、皆さんに質問しながらやりたいと思います、ね、久江さんが来たら終わりなさいっていうサインなので、ね、時間ですよってね、昔そういう番組があったんですけどね時間ですよっていうね、サインなので、時計はいらないんですね。ありがとうございます。天皇様、学びの時はありがとうございます。今日は、まあ、説明の動画が多かったんですけれども、そのこともありがとうございます。本当に弟子となって、解き明かしていただけれるように、主と共に働いていけれるように導いていってください。イエス様になっておいたします。アメン。感謝します。